皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もゴーストリコンブレイクポイント遊んでいきましょう。さあ前回ですね、2人目のモサウルブズフライキャッチャーを撃破したところで、今日ですね残った3人目に挑んでいきます。これがですね、この人ローズバット、一応これキャプション読んでおきましょう。南カリフォルニアの軍事一家の末娘であるルシール・ローズ・ケラーは自分の力を証明したいと常々考えていた。18歳で第82空挺師団に入隊した彼女は何年もかけてスナイパーとしての腕を磨いた。戦場で見事な結果を残した彼女はとある極秘作戦の査定者の目に留まり、兵役含み期間の終盤に差し掛かった頃、結成されたばかりのウルブズから勧誘を受けた。スカウトされたんだ、凄腕スナイパーでですね、まず彼女の居場所を特定する。そうこれなんだよね。でね、これおそらく何箇所かたらい回しにされると思います。なんでそうですね、今から居場所を確定するところまでスキップしておきます。しばしお待ちを。さて大体 2,3 箇所かな、たらい回しにされてやってきました。どうもね、ここに情報提供者いるらしい。ここですね、マップで言うとね、これわかるかな、ここのワイルドコースト、ここの池ですね、このど真ん中、ここにこれどう着陸するよ。これここにいるの、怖っ。よしで、ここのどこにいるの、ちょっと待ってね、まずドローンだ。ここのですね、そこにいないということはここか。なんでまだそんなとこにいる。こっち。いやどうも。いやどうもじゃねえよ。下がって殺すわよ。おい落ち着け、危害を加えるつもりはない、助けに来たんだ。もう逃げるなんて無理なの、誰かが奴らを止めないと。ああ俺が止める、相手は危険な連中だ、ここはプロに任せろ。分かったわ、私何やってたんだろう、お願いローズバットを殺して。奴の居場所は分かるか。あいつ私たちを追い詰めたつもりだったみたい、だからすぐにやらなかった。今は湖の北西にある拠点へ、おそらく補給しに行った。でもすぐに戻ってくるはずよ。よしなら俺がここで待ち伏せる、あんたは友達と合流してその後エレホンへ向かえ、あそこなら安全だ。どうするつもり。蹴りをつける。感謝する。でですね、そっちか、あのね、ここかと思った、こっちじゃないんだ、ここですね、ここにいるっぽい。よし向かっていこう。この姉さんね、なんかだいぶ威勢が良かったね、殺すわよっつって。武器持ってないんだけど、あれこれもしかして上に行けない、上に行けないパターンですか。いや行けるはず、行けると信じたい。お窓頑張れ。よしで、スッと乗って、あとちょっと待ってね。装備だ装備だ。これをですね、151、153。若干強い。こっちにしよう。これなんかね、武器がち要素あるっぽいね。買ったらね、いいやつが出ました。紫色。普段あんまり出ないんだけど、多分。で、UMP。これはいらないかな。と、弱いやつ。TSC50。これ捨てて、まあこんなもんかな。ライトマシンガン弾 7.62、 じゃあ取っとこう。こっちもか、じゃあこっちはと。よし、さてさて出発です。ローズバット、ここにいんのか。あとイエローレッグね、ブルータイガー基地。イエローレッグ今んとこ一回も出てきてない、ミッション中に。さあそっち 250m、 そこもね結構赤いもやが濃いね、おそらく割といっぱいいるはず。あ近いな。さあまず擬態かけて、ここならばバレにくいっしょ。ああこれウルブズかやっぱり。待ってそこ行ったな。よしと、こっち、ここもいるっぽい。あですね、
あとね、ここら辺にいんな。この何？あ、これか。スナイパーか。高台ね。あとね、ここら辺。これももしかしてスナイパーなのか。あーですね。スナイパー多めか。ローズバット。どうもそのローズさんってのもスナイパーらしい。あ、書いてあったね。ドキュメントに。で、タレットあって。あとね、ちょっと離れたこっち側。そう、ここら辺もいますね。3人。これやべえな。スナイパーだらけ。ここはちょっと外側からペチっていこうか。ローズバットいなくね？プラスドローン。あ、そこら辺のなんか真ん中とかね。ここら辺いそう。あとこっちか。そこのね、この、なんていうの？ここら辺じゃない？ちらっ。いや、いないかな。あと1階部分。こう、あ、まずい。見つかるとこれまずいね。あとね、こっち。ここに1匹いて、さらにこっち。ここもか。スナイパーだらけ、ほんとに。これいる？ローズバット。いなくない？このどっか、あれか、じゃあ誰かがローズバットか。要は。赤いもや、もうないね。全部晴れてる。じゃあ行きましょうか。やっていこうか。まずはやっぱりそうね、スナイパーの顔面かな。これいけるかな？もうちょいこっち。よし。怖え。これ本当に怖い。あとね、そこの。そこにいるんだけど、あれ見えないな。待ってね。あの草が邪魔だ。ここだ。よし。で、下2人。通信兵いませんね。よし。これは本当に幸い。あとこいつかな。ちょっと上目を狙って。よし。紫。あとそうね。高いところ。これ。よし。ノリでいった。あとここに1匹。これは外す方が難しい。と。お、あいつ情報持ってんな。あいつ。まあ、でもちょっと厄介。んあれもしかしてローズバットなのか。あ、ぽいな。なんかマーク特別だ。ちょっと待ってね。あいつは取っとく。で、こう登り。よせよせ。なんかね、チラッと見たんですけど、あいつをね、スナイプして倒すと、倒した扱いにならないっていう話があった。バグなのかな？なるべく近接でやった方がいいみたい。こいつ、ちょっと、落ちた。ね。いいね。だいぶ順調です。と、そこに一匹。よし。で、ドローン、あれは放置したい。あ、見物。で、そっち。そこら辺は放置かな。よし。二人いる。じゃあ、一匹。やって。で、出てくるかな。ノリで撃った。あとね、そこに一匹いるわ。と、下に一匹。指揮官。ここは本当にもうスナイプステージね。あとね、そこの人。あいつやるかどうかちょっと微妙なところ。どうしようかな。移動してるし。こいつね。
俺どうしようかな。あーミスった。あーこれまずいやつ。いやーマジか。顔を出すか。頼む。やべ、危ない危ない危ない。で多分こっちに来るんじゃないかな。今のはちょっと言いたかったな。まずい。誰？あいつか。あそこの人、あいつが目がいい。これね、こっから、これ、て、いや、よくわからんの、これ。ほぼ見えない。いやー、見つかった。発見された。だって、こんな無理だよ、こんなの。多分隠れたな。ちょっと待ってね。よし。さて、ただ発見情報共有されております。これはねちょっと待ってからかな。でドローンあっちから来てる。うわちょ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 、あれタレットかな。よし、そこに一匹。あれはね、近接兵だ。おし。と、そこの崖の上。これもぜひともやっておきたいね。ピャーンといく。あとね、そこの後ろにいれば、あれは当たらんな。ただこっち、これはいける。よし。さあ、ほぼほぼ全員。あいつね、そこに暗用が見えてます。当たるかな。いや、あれきついね。足じゃない、もしかして。あれ、肉じゃないの。あれよくわからんな。なんだあれ。あれは、肉？あ、違うな。あ、違うね。おちょ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 、ぶる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 。誰今の。あれ、ローズバット？あっぽいな。だいぶ強かった。あぶねえ。待って、あいつは近接でやっつける。ここはこう参道をちょっとよせよせして、そこのあいつですね。これ発見状態解除されないか。あ、されたわ。まずい。あいつ目がいいな。ローズバット弾薬。そう、そこにいるんだよね。しかも遠距離で殺すとなんかいけないらしいという話を聞いたもんで。あ、下から来んな。そこにいる。早く来い。マジで早く来い。うん、来ませんね。あいつら何撃ってんの、あれ。スナイパーじゃなくない？なんかもはや。これはですね、なかなか来ないとどうなるか、こうなります。これ、ガスないよ。さあ、どうかな。あ、来ましたね。苦しいっつって。よし。さあ、これでレベルアップ。で、最後にローズバット。あれを倒せば、ミッションクリア。待ってね。これはちょこっと待ってから行きましょうか。あとね、そこのドローンなんだな。今ならパーッといけるかな。よし。で、そこにずっといる。ドローン。よし。後方ですね。じゃあ、ここは大胆にバーッと距離詰めて、移動してんな。よし。ドローン来ないかな？大丈夫ね。さあ、やり合おう。ローズバット。そこにいる。あ、死んだ。はえ。Thank you.
ローズバッドさん弱えな、おい。頭出しちゃいかんでしょう。普通に行ったな。何なんだろうね。なんかもうちょっと猛者感欲しいな。これに関しては。で、まずコンテナもらって、死体確認ね。ここのさらに上。どういく？構造が謎。こっち、いや、ここじゃないんだな。こっちか。よし。で、ここに、これ何？いい武器。パーツかな？なんでしょう。あ、ですね。マズルブレーキ。さあ、で、この人がローズバッド。死にました、一発で。情報回収。で、何？さらに解除。え、これまだなんかあんの？作戦ボード。これで、影武者とか？いや、違うよね。ローズバッドが残した証拠。これらしい。あ、またこれか。守護神が魂の道を照らす。という詩の一節。これで3つか。さあ、これで、おぉ、シミュレーションクリアですね。あとね、そこにコンテナあったな。プラスドローン。あれはやっとこうか。あの子はですね、ロケットランチャーかな。よし、と、ここで、この武器ね。これがね、サスタバっていうみたい。サスタバ M93。敵のアーマーを無視。ちょっと撃ってみようか。サスタバ。まあ、ドローン相手はぶっちゃけちょっと微妙かな。あ、まずい。ほや。さあ、ここはロケットランチャー。これにして。ここちょっと怖いんだけど、こう。よし。もう一発か。まずい。あの範囲攻撃ね、別コースは特にエグいかな。あの木ちゃんと揺れるんですね。これ初めて見た。ほい。さあ、もうちょい。まあ、適当に。こう。よし。さあ、行きました。で、それと、こっち。大丈夫。折れなければ大丈夫。足はね。これね。ああ、これロック中かな。こっち。これもロック中。となったら死体です。これ使って。この人だいぶ剥げ上がってんな。見事に。で、こう入り。あれ、体のどの部分なんだろうね。認証してんの。そこだけこうなんか切断して持ってけよくない？常に。さあ、ライトマシンが T95。あとね、そこ掘りようかな、もしかして。で、この発電機ね、これ未だに役目わかんない。何かよくわかんない。これおそらく捕虜だと思う。で、解放できる。あれ？あ、いた。一人いた。ぼっちか。まあ、あれを戦わすのはかわいそうだ。と、ここに。弾薬と、コンテナ。こいつだ。これ取って、そうそう、チスキルポイントね。自分ね、結構前にアトミックハートっていう、あれなんて言うんだろう、ソ連かどっかを舞台にした FPS があって予約したんですよ。なんだけど、いまだにね、全然音信がない。音信不通というか、あれどうなったんだろう。プロジェクト完成したのかな。買ったの結構前なんだけど、今だったら半額で買えますよっていうふうに言われて、でも買ったんだよね。多分やるだろうと思って。未だに何のあれもない。続報がない。後でちょっとググってみようかな。さあ、どうね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして。で、次回ですね。
いよいよ、もうこれかな。ウォーカーか。このミッションしか残ってない。Cウォーカーね。で、2ミッション。計画を立てる。もしくは専用の敵を撃つ。で、これ、150プラス。なんですかね。まずこっちかな。狼たちの巣穴へ。次回他にミッションなかったらね、このミッションから攻略していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ゴーストリコンブレイクポイントでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。